これより第2クォーターに入ります。プレーナンバー 2-1 磯野、セカンドダウン2ゴール、残り11ヤード。インターセプト、ここでホイッスル。クォーターバック19番エンドゾーンへ向けてのパスでしたが、これを取ったのはトライサーズ。したがって攻守交代です。ターンオーバープレーナンバー 2-2 トライサーズファーストダウン10、ボールオン自陣2ヤード。中央へのランプレー、クォーターバックスニーク、ゲインは1ヤード。プレーナンバー 2-3 トライサーズ自陣2ヤードからセカンドダウン9。再びクォーターバックスニーク、ゲインはこれも1ヤード。プレーナンバー 2-4 トライサーズ自陣3ヤードからサードダウン8。ここでイエローフラグ、反則が発生しております。オフェンスの反則です。フォルススタート、不正なスタートを切りました。オフェンスは揃ってスタートしなければいけません。残り距離の半分のバッタイを受け、サーダンやり直しです。プレーナンバー 2-5 トライサーズ自陣2ヤードからサーダウン9。中央へのランプレー、あわやセーフティー自殺点でしたが、かろうじて前に前進しておりました。フォースダウンとなります。プレーナンバー 2-6 トライサーズ自陣1ヤードからフォースダウン10。パントフォーメーション選択、磯野リターン18番。相手陣35ヤード付近でアウトバーンズ、攻守交代です。
プレーナンバー2-7、磯のファーストダウンテン、ボールオン、相手陣27ヤード。パス成功。クォーターバック19番、ワイドレシーバー85番にパスを通し、約9ヤードのゲイン。プレーナンバー2-8、磯野、相手陣18ヤードからセカンダウン残り1ヤード。中央へのランプレー、キャリア25番、しかしこれはカバーされノーゲイン、サーダウンになります。プレーナンバー2-9、磯野、相手陣19ヤードからサーダウン中央へのランプレー、キャリア86番。しかし、ファーストダウン更新は至っておりません。フォースダウンとなります。ここでホイッスル。磯野、前半1回目のタイムアウトを取りました。アメリカンフットボールは双方ともに前半後半に3回ずつタイムアウトを取ることが許されています。磯野、前半1回目のタイムアウトを取りました。プレーナンバー2-10、磯野、相手陣18ヤードからフォースダウン残り1ヤード。磯野、フォースダウン1ヤード。プレーを選択します。ギャンブル。1ヤード前進しないと攻守交代です。中央へのランプレー。あわや、ここでボールを一旦ファンブルしましたが、磯野55番が抑え、55番がボールを確保したことにより、磯野のランプレーとして成立します。したがって、ファーストダウン獲得、ギャンブル成功。先ほどのプレー、ランニングバックのランプレーでダウンしたところまでのゲインとなりました。このボールが止まった地点が10ヤードを進んでいるかどうかを今からチェーンで実測します。チェーンでの実測の結果10ヤードゲイン、したがって攻撃権更新、ファーストダウン。プレーナンバー2-11、磯野、相手陣17ヤードからファーストダウンテン。
再び中央へのランプレー、キャリア86番、ゲインは約2ヤード。ここでホイッスル。ここでウォーターブレイクです。プレーナンバー2の12、磯野相手陣15ヤードからセカンドダウンウェイト。タッチ成功、タッチダウン。クォーターバック19番、プレーアクションからタイトエンド11番へのパス。このパスを11番キャッチし、そのままエンドゾーン飛び込み、タッチダウン。磯野6点獲得。プレーナンバー2の13、磯野トライフォーポイント。タッチダウンの後のワンプレーです。キックですと1点、エンドゾーンにボールを持ち込むと2点加点します。キッカー75番、キックによる1点を狙います。このキックは失敗、6点止まり。磯野スーパースターズ6点、トライスターズ0点。プレーナンバー2の14、磯野キックオフ。先ほど得点を挙げた磯野スーパースターズのキックオフにより試合再開です。キッカー75番。トライスターズリターン。トライスターズ陣30ヤード付近でボールデッド。プレーナンバー2の15、トライスターズファーストダウン10、ボールオン自陣28ヤード。クォーターバック66番、ショットガンフォーメーションから QB キープ。しかしゲインはほとんどなし、セカンダウンに変わります。
プレーナンバー2の16トライサーズセカンダウンテンボールオン自陣28ヤードパス不成功クォーターバック66番再びパスを投じようとしましたがこれはブリッツによりあわや QB サックでした。かろうじてパスを投げ捨てサーダウンと変わります。ここでホイッスルイエローフラッグ反則が発生しております。オフェンスの反則です。インテンショナルグランディング、パスターゲットがないところへのパスを投げ、を行いました。クォーターバックなしはバックスのパスはあくまでターゲットがいて成立するというプレーになっております。したがって単純にターゲットがいないところへの投げ捨ては故意にプレーを投げ捨てたと判定されこれは反則と取られます。この反則により5ヤード抜体さらにダウンを1つ喪失しサーダウン15となります。プレーナンバー2の17トライスターズ自陣23ヤードからサーダウン15スクリーンパスターゲット21番、ロングパスに見せかけたランニングバックへの短いパスです。しかし攻撃権更新には至っておりません。フォースダウンとなります。プレーナンバー2の18トライサーズフォースダウン9パントフォーメーションイソのリターン18番、イソの陣40ヤード付近でアウト、プレーはデッド、攻守交代です。プレーナンバー2の19磯のファーストダウンテンボールオン自陣42ヤード前半残り時間は3分2秒、タッチダウン、ランニングバック25番、ドロープレーにより左オフガード付近を独走、相手タックルを振りほどきそのままエンドゾーン飛び込みタッチダウン、磯の6点獲得。プレーナンバー2の20、磯のトライフォーポイント、キックによる1点を狙います。キッカー75番、このキックは成功、1点追加。磯のスーパースターズ13点、トライスターズ0点。
プレーナンバー 2-21 磯のキックオフ。先ほど得点を挙げた磯野のキックオフで試合再開です。キッカー75番、トライサーズリターン2番。トライサーズ陣25ヤード付近でボールデッド。プレーナンバー 2-22 トライサーズファースト3点。ボールオン自陣27ヤード。前半残り時間は2分36秒。中央へのランプレー。しかしこれは磯野43番がジャスト。キャリアは21番。約2ヤードロス。プレーナンバー 2-23 トライサーズセカンダウン12、ボールオン自陣25ヤード。クォーターバック66番オプションプレーのキープで中央トップ測りましたがノーゲイン。サーラン3回目の攻撃となります。プレーナンバー 2-24 トライサーズサーダウン12、ボールオン自陣12ヤード。パス不成功。クォーターバック66番ミドルゾーンへのパス、しかしこれは磯野20番がパスカット。フォースダウンとなります。プレーナンバー 2-25 トライサーズフォースダウン12、パントフォーメーションを選択します。パンター8番、このパントプレースナップが乱れあわや後逸でしたが、これはパンター8番が軽うじて抑えました。しかし蹴ることはできず大きく後退し攻守交代です。プレーナンバー 2-26 磯野相手陣6ヤードからファーストダウン2ゴール。前半残り時間は1分7秒。
中央へのランプレー、キャリア25番、約3ヤードのゲイン。プレーナンバー 2-27、 磯の相手陣3ヤードからセカンドアンドゥーゴール。タッチダウン。何枠25番ハンドオフから左オフタックル付近を駆け上がり、相手タックル跳ね飛ばしエンドゾーン飛び込みタッチダウン。磯野6点獲得。プレーナンバー 2-28、 磯野トライ4ポイント。キックによる1点を狙います。キッカー75番。キック成功、1点追加。磯野スーパースターズ20点、トライスターズ0点。プレーナンバー 2-29、 トライ、磯野スーパースターズキックオフ。前半残り時間は26秒です。ここでホイッスル。プレーナンバー 2-29、 磯野キックオフ。キッカー25番。前半残り時間は26秒。トライスターズリーダー。トライスターズ陣40ヤード付近でボールデッド。プレーナンバー 2-30、 トライスターズファーストダウン10、ボールオン自陣41ヤード、前半残り時間は20秒。ナイスラン、ファーストダウン。ランニングバック21番、ドロープレーにより中央突破、ファーストダウン獲得です。ここでホイッスル。トライスターズ前半1回目のタイムアウトを取りました。トライスターズ前半1回目のタイムアウトを取りました。プレーナンバー 2-31、
トライサーズ相手陣48ヤードからファーストダウン10、前半残り時間は12秒。パス不成功。クォーターバック66番ミドルゾーンへのロングパス、しかしこれは磯野がカバーしておりパス不成功。サードセカンドに変わります。プレーナンバー2-32、トライサーズ相手陣48ヤードからセカンドダウン10、前半残り時間は6秒。パス不成功。再びロングパスでしたが、このパスもカバーされておりパス不成功です。ここで前半の時間がなくなりました。前半終了となりまして、磯野スーパースターズ20点、トライサーズ0点、磯野スーパースターズリードで後半戦に移ります。